はいちゃん、野球のシーズンまだ途中だけどさ、スピード感欲しいよな。じゃあちょっとスピード感探そう。と、他は？他。スピード感、ベースボール。他は？他って何？なんかいるんじゃないの？じゃあなんかさ、やっぱりネット。ネットが欲しい？じゃあまずスピード感探そう。なんかポケットレーダーとかさ、これみんな持ってるやつだよね、これ。やだそれ。あとこれはさ、こっちはさ、なんかすごい大きいやつ、ね、なんかそれなんか警察とか使うやつ、警察とか使うやつ。でも大体みんな持ってるのさ、これじゃない？これこれなあ、なんかこれね、一回向いて。あ、うん、あのさ、こういうやつがなんか見える。あ、見るやつがいいの？うん、でもそれ正しいかどうかわかんないよ。そしたら自分でも見れるじゃん。これはさ、やっぱじゃあこの中のどれかってこと？出ないけど、でも一番売れてるやつどれかなって見るとさ、これじゃないなあ。で、しかもこれさ、キロメーターもできるしさ。よかった。うん、日本に帰った時でもさ、日本だとキロもできる。キロもできる。めっちゃいいじゃん。で、ボールのまあ目の前に置いとけばいいんだね、大体ね。はきるでやっていいの。で、ピッチスピードポジション A、 まあ大体、ああ、置いとくんだね、そのホームベースよりも前に。ポジション B、 シャフェイストワーズザピッチャー、アテンション、何セームレベルオブポジション、ピッチャーと同じレベルにしておいてくださいよ。ピッチャーの高さ、ピッチャーが投げる高さと同じにしておけばいいんですね。そしたら大体同じになる。じゃあこれどれぐらい正しいかっていうさ、そのアキュラシーみたいなさ、うん？でもこれさ、5スターが半分で他なんかあんまり評判良くない。インアキュレート&ジャンク。I mean it's cool コンセプトバット。アキュラシーズノットデアアットオールだって、全然なんか正しく表示されないって。正しいやつ、正しいやつだったら、もう星5がめっちゃあるやつ、評価が高いやつを探すの。でもそうするとこういうのだよ、評価高いよこれ。でもすぐ見れないよ。やらん。あ、でもこれだとさ、アプリでさ、見れるんじゃない？いや、アプリでできんの？これ。そうするとさ、こう、見れる、こうやって、アプリで。いや、でもさ、持ってんの偉くない？こういうのいいんじゃないの？いや、そしたらできないじゃん。ん？そしたらできないじゃん。何ができないの？できんの？え、ね、アプリさ、正しいの？本当に。ん？正しい、本当に。アプリは。じゃあ、ネットだったらもう。ネット欲しいよな。あと、見えないじゃん。でもこれ、はあちゃん、今使ってるさ、あの iPad をさ。やだ、え、ていうか、できないよ、こういうふうに。何が？こうやってできないでしょ？いやいや、できるって。え、何？え、何があるの？触って。え、じゃあ、だから。こうやってこんな大きいの、あ、これ大きいやつ買えばいいね、掴むやつを。え、でもやだ。嫌なの？だったらやっぱりさっきのさ、表示されるやつがいいってこと？うん、これじゃなくてこうやって表示されるやつがいいってことね。うん、じゃあこれネットめっちゃいいんだよ。ネットこれ買おうか。このネットか。これネットはいいよ。ネットはいいけどさ。見て、この星。全部いいよ。星めっちゃいいやん。5つ星だしさ。全部あるよ。1万3000円レビューある。一回見て。これ買う？一回さ、あの、星のやつのゲージのやつ見して。4.8 やし、これ。うん。これ1個買うか。え、こんなのさ、絶対ないよ。これ1個買うじゃあ。はい、バイナー。なんかこれ持ってたんじゃん。ね、ボールっていうかさ、ネットさ、買ったんだから、もうちょっとボールさ、買いたい。うん、ボールが欲しいの？うん。何個入ってるって書いてある？6ガロンパッド。How much?
24オア36って。え、どっちオアって。これ選べるんじゃないの。え、めっちゃ多い。どんぐらい。めっちゃ多いやん、これ。もうちょっと少ないやつにいいんじゃない。うん、やつ高いんじゃない。ローリング、ゲームユーズ、ベースボールユーズ、バケット、これ、それ何個。あ、じゃあ青だから。オフィシャルリーグ、なんかこれ普通だね。いい、普通のやつだ、これ。なんだろう、なんか高い。100、やっぱいいやつだから高いんや、これ。なあ、あ、これ練習ボールやん、これ。練習ボールじゃん。軽いやつでしょ、これ。こう、ふわふわぐるって言われる。なんか変だな。ふにゅって言われるやつ。なあ。え、どんぐらい、ね、何見て。え、どんぐらいあれ飛ぶの。え、あれどっちも巻いてるじゃん。うん。これ、練習で使ってるやつじゃん。まさかそれ。ああ。だったらさ、その中で結構飛ぶやつ。うん、飛ぶんじゃない、これだって。なんで？いつも使ってるやつじゃないの、これ。うん、こう、こういうの使っとるやん、これ。うん。こう、穴が開いてるやつ。あ、これ向いてる。これ向いてるやつ。どうする？バケットは、ね、だったらそれを調べたら。何が？そのバケット。ボールが欲しい。ボールのバケット調べて。そしたらボールのバケット調べて、ボールじゃなくて。バケットで調べて、あ、これローリングでしょ、これ。こう。これがだいたいいつものやつやん、これ。これだからさっきの。さっきのやつでしょ。ね、これ欲しい。これか。あれめっちゃいいじゃん。ローリングです。6U、8U、All Age、8U。どういうこと？それ。え？じゃあだから違うでしょ。年齢によって違うでしょ。これ 8U ってもうちっちゃい子たちが使うやつでしょ。Use の。え、どういうこと？ 8… 8歳よりちっちゃい子ってことでしょ。え、そう。え、どういうこと？だみんなだからちょっとふわふわなんでしょ。アンダーなんでしょ。え、オールなんとかってさ書いてあったやつは何？どれ？うん、おあれもうちょっと上。オールエイジ、これみんな使える。これ練習ボールだからでしょ。インドア、アウトドア、プレイ、ベースボール、ローリングス、ユースって書いてあるよ。ちっちゃい子って言うて。え、6U って。6歳よりちっちゃい子だもん。14U。 14U。 うん、まあとりあえずバットと、じゃないや、そのネットとボール買ってで考えるってことな、とりあえずな。うん、いや、アドトゥバイナウか。なんて？うん？なんかさ、その上がさ、もうなんかもうちょっとさ、硬い方がいいんじゃない？それでしょ、なんかできるじゃん。なになに、何が硬い？なんか座るやつ、いる。座るやつ？うん、だからこの、これに座ってやる。うん、でもバケットもこれ座るんでしょ、これ。うん？だからなんかさ、バケットがなんか硬いやつがいいってこと？うん、だから座るやつでしょ。こういうやつってこと？うん。じゃあこれなんじゃない？うん、やっぱりそれか。蓋見して。蓋そんなの？蓋これだよ。別になんか。え、これじゃないの？アマゾンって書いてある。なんで？フェイラムラットアマゾンって書いてある。え、なんであの。よくわからんけどね。なんでこれアマゾン？あ、こういう感じじゃないの？え、あ、裏があれなの？違うでしょ。え、じゃあなんであれ裏はあの。え？これなんか嫌だね。嫌だ、アマゾンって書いてあるの。野球っぽくね。ないよな。ひどい。ローリングスこれ？うん。30バケット。いやでも30バケットの中でもこれ安いと思うよ。だってこんぐらいだから。ね、C ってやってた。これでいいんじゃない？なんか？ん？こういう感じだって。これ。うん、これ。コルブ B。
ユース、ゲームボール、デュラブルレザーカバー、サイズ9、アイディールフォー、10ユーユースゲーム、ジャブ、プラグ、だって、どうする?30個だから1個4ドル。ってこと。これする、それか。これする、こっちは何か違うの、お金が何か違う。ちょっと高いね、これね。24個しか入ってない、これ。24個でそんなの、なんかひどいよ。いい、ボールがいいんじゃないの、これ。こっちにする、なんか一緒に見える、一緒だよね、ほとんど変わんないよね、うん、ハイスクールプラクティスボールって書いてある、だから高校生なの、うちは。じゃあダメじゃん、うちは、うちは10歳まででしょ、10、10U だから半分で変わるよ、こっちに、うん、サイズ9、アイディール4、10U ユースゲーム、だから大体これ、これか、じゃあこれにするな、うん、これにしよっか、うちは。そしたらもう練習これでさ、これで打てるしさ、うん、これにする、うん、なあ、よし、バイナウ、今何時？9時半です、寝ましょう。はい、一発芸やってください。